膝の関節部分に負担がかかると関節痛などの痛みが生じることがあります。今回は膝周りの筋肉の緊張や疲労を取り、血行や気の巡りを整える親指の指ヨガです。人間の膝にあたるのは親指の付け根、第二関節の部分です。右手の親指の第二関節が左膝、左手の親指の第二関節が右膝になります。まず痛みの場所を探します。親指の付け根のあたりを少しずつずらしながら押してみて、より痛く感じる部分を見つけてください。膝の痛みは腰のねじれが原因となっていることがほとんどです。中指を回して背骨のねじれ、歪みを取り、腰の痛みを取るのも効果があります。膝が痛いなと感じたらぜひ試してみてくださいね。